週間のお天気をお伝えします。14日木曜日頃にかけて西日本や東日本の内陸部を中心に気温が25度以上のところも多くなり、夏日となるところが多くなります。また北日本の気温も上昇して北海道でも15度を超える日があるなど、積雪エリアでは雪解けによる災害にも注意が必要です。この暖かさで桜前線は順調に北上していく予想となっています。また週明けは晴れるところが多いものの、12日火曜日以降は前線の影響を受けるため雨や曇りのところが多くなりそうです。13日水曜日から14日木曜日には全国的に雨となり、沿岸部では風が強まる可能性もあります。前線の通過によって気温も下がるため体調管理にはお気をつけください。以上、週間のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけます。